んにちは、パタヤチャンネルです。本来は動画上げる日ではないんですけれども、ちょうど昨日すごい大雨が降りまして、そこら中が大洪水になりましたので、ちょうど外出している時に少しだけ撮影できましたので、まあ、短いんですけれども特別編ということで今日はお届けしたいと思います。あえて撮影に行ったというわけではなくて、友達とディナーの約束をしてまして、その道中がこんな状態でしたので、これ以上先に進むかどうしようか悩んでたんですけれども、もうこの際開き直ってカメラを回しながら先に進むことにしました。ここからはこの洪水の中バイクを運転している目線でお届けしたいと思います。水の深さも心配なんですけれども、それ以上に路面の状態が全く見えませんので、たまに凸凹があったりするので、それがちょっと怖いなと思いながら慎重に運転してました。まだこの辺の深さでしたらマフラーが水没することはないかなと思って先に進めてたんですけども、だんだんとこのカーブあたりからちょっとやばいかなと思いまして、一回バイクを止めて行くか戻るか考えたんですけれども、まあ、向こうからもバイクが来ましたので、もう先に進むことにしました。もう完全にこの辺に来ますと川の中を走ってるような気分でした。対向車のバイクもいっぱい来たんですけれども、皆さん困ってるというよりはこの久々の洪水を楽しんでるようにも見えました。もう完全にこの洪水というのはパタヤの名物になってまして、排水工事して多少は良くはなるんですけれども、やっぱりなかなかですね、完全には解消するのは難しいみたいです。だいぶ前のサイドカー付きのバイクに追いついてきちゃいましたので、さすがにこの状態で追い抜くのは厳しかったので、ここでちょっと一旦休憩しました。とりあえずは無事目的地の近くまで到着できまして、降りた状態で撮影してました。ほぼ雨は止んでた状態なんですけれども、なかなか引かずにこの状態が結構続いてました。一応こんな感じで排水に水は流れてってる感じなんですけれども、全く追いついてない状態でした。そしてしばらくしたらまた大量の雨が降り出しまして、さらに洪水がひどくなっていきました。そしてこちらはアレカロッジ前の映像になります。友達に送ってもらったものになるんですけれども、こんな状態でした。そしてこちらも友達から送ってもらった写真なんですけれども、サウスパタヤ通り沿いになります。もう完全に歩道も水で埋まってまして、歩くのも大変な状態でした。以上、今回は急遽予定を変更しまして、パタヤの大雨の後の洪水の様子をお届けさせていただきました。明日の動画は昨日の予告通り隠し玉第2弾になりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。